再開いたします次に尾倉幸太郎議員に質問を許します尾倉幸太郎議員 私は市民クラブの一員として先に通告いたしました項目について質問をいたしますまず大項目の1点目といたしまして男女共同参画社会推進事業についてお聞きいたしますはじめに男女共同参画社会推進のための拠点施設整備についてであります本市においての男女共同参画の動きについては昭和60年に 会津若松市婦人行動計画が策定され、平成12年2月には、福島県内の県内で初の男女共同参画都市宣言を行い、平成15年には会津若松市男女共同参画推進条例を制定してきました。また、平成16年より男女共同推進活動、ネットワークを立ち上げるなど、市民との共同による取り組みが積極的に展開されてきました。これらの 一連の動きの中で特徴的なのは、それぞれの施策が進められる過程で、市民活動団体が中心的な役割を果たしてきたことであります。特に平成15年の会津若松市男女共同参画推進条例制定においては、市民活動団体と会津若松市議会、会津若松市企画政策部企画調整課が連携を図りながら、議員立法で制定したものであります。一方 男女共同参画に関する意識の現状を見てみると、仕事イコール男性などといった性別による男女の固定的役割分担意識が意識の根底にはまだまだ存在することがうかがえます。このような旧来の男女の役割分担についての意識を新たな価値観へと転化していくためには、将来に向けた青少年層への男女共同参画意識の広がりや、家庭内での意識づけをはじめ、行政機関、 民間企業での事業所などの職場における意識の広がりが必要であります。以上のことから、男女共同参画活動の拠点となる施設設置について、市民活動団体より市当局および市議会への要望があり、その機能の在り方について、各団体間での協議も行われ、平成21年からは具体的な活動拠点施設の場所の検討が行われた経過にあります。しかしかながら 平成23年3月の東日本大震災並びに東京電力福島第一原子力発電所の事故により大熊町民をはじめとする避難区域周辺町村からの住民受け入れや大熊町役場の役場機能の本市への移転により公共施設のほとんどが提供されることとなり男女共同参画活動拠点施設構想は進まないままになっています8歳から5年が過ぎようとしている現在 風評被害による影響は少なくなく、復旧、復興は未知半ばでありますが、本市における男女共同参画のさらなる復興のためには、あすみません、元へ、男女共同参画のさらなる進行のためには、活動の拠点となる施設の設置と、その機能の整備について、再度検討していこうという機運が高まりつつあります。そこでお聞きいたします。平成20年9月の定例会において、 会津若松市男女共同参画推進のための拠点施設整備についての請願がなされ、採択すべきものと決せられましたが、現在の進捗状況をお,お示しください。また、そのような中、我々市民クラブは先日、男女共同参画社会推進のための拠点施設の先進地であります、兵庫県尼崎市,尼崎市に行政視察に行き、尼崎市女性センタートレピエを調査してまいりました。 調査の結果、拠点施設には1つ目、情報機能、2つ目、自立促進機能、3つ目、交流機能といった3つの機能を持たせるべきであると考えます。その中でも、女性の地位の向上のためにも、女性の自立を促進させることが重要だという視点から、本市でも拠点施設を整備すべきであると考えます。一方で、平成24年度の本市の意識調査、報告書によると、DV、いわゆる ドメスティック・バイオレンスの被害者のうち男性で30.6%、女性で31.3%の方がどこにも誰にも相談しなかった、あるいはできなかったと答えております。本市では、境町第二庁舎において相談する体制が取られておりますが、ドメスティック・バイオレンスについては特にプライバシーの配慮が必要なことから、庁舎外での面談ができる体制が必要であると考えますが、認識をお示しください。次に 大項目の2点目といたしまして、第7次総合計画についてお聞きいたします。はじめに、多世代集中型住宅コミュニティ日本版 CCRC 事業の策定についてであります。先日の室井市長の所信表明において、平成28年度は第6次長期総合計画の最終年であり、市民の皆様の安心と生活の安定を確保するとともに、将来に向けた 力強い地域社会をつくっていくための取り組みを加速させなければならないとの言葉がありました。まさにその通りだと思います。つまり、裏を返せば今の市民の生活はそれだけ不安でいっぱいであり、生活が不安定である方も多いということでございます。実際に市長の骨折事故に始まり、J ディバイス会津工場の閉鎖、 公設地方卸売市場の業者による消費期限偽装による食中毒問題、市職員不祥事問題と不幸な事態、厳しい事態が続いております。このような時だからこそ、政治に関わるものは、夢を語るだけに終わらせるのではなく、いかにして希望を示せるかだと思います。私はその希望の一つとして、一つとして日本版 CCRC 構想を第7次総合計画に位置づけるべきだと考えます。 CCRC とはコンティニューイングケアリタイアメントコミュニティのことであり多世代集中型住宅コミュニティと訳されたり継続的なケアを提供する共同体と訳されたりしますが昨年の日本政府の有識者会議では生涯活躍の街と名付けられました構想の具体的な内容としては東京圏をはじめとする地域の高齢者が第二の人生を送るために健康で 元気なうちから、希望にに応じて地方や街中に移り住み、地域住民や他の世代と交流しながら健康でアクティブな生活を送り必要に応じて医療や介護を受けることができるような地域づくりを目指すことであり高齢者の希望の実現であったり地方への人の流れを推進することなどがこの構想の意義であります。 日本版 CCRC が普及することによってその共同体に住む人たちは健康で生きがいを持って暮らすことができ雇用や消費が増えそれに伴って税収が増え人口流出が減り高齢者が健康でいれば医療費や介護費が抑制され予防医療などのビジネスも生まれてきます健康寿命が長くなり高齢者が働き学ぶことで 地域社会の担い手になるというビジョンが見えることが私たちの希望につながるのです。ほかにも、空き家などの既存ストックや地域資源の活用であったり、地域の子育てや学習の支援であったり、居住者の増加による中心市街地の再編及び活性化につながるなど、本市が抱えている諸問題の解決にもつながると考えられます。こうやって 本市の特徴としてスマートシティを掲げていますので健康ビッグデータ解析などの IT の活用は全国に先駆けていますしコンパクトシティも掲げていますのでコミュニティの構築には有利であります他にも会津大学がありますので連携を密にすることでシニア学生が学んだり高齢者が自らの経験を伝える場になったり運動場やカフェテリアなどの魅力的で活用可能なストックがあることも CCRC 構想を後押しするものになるでしょう内閣府の調査ではもうすでに全国では202の地方公共団体が日本版 CCRC に関連する取り組みを推進する意向があると表明していて福島県でも伊達市をはじめ猪苗代町や金山町が表明しております202の団体のうちの75団体は日本版 CCRC を 地方版総合戦略に盛り込む予定までしておりますますた平成26年12月に閣議決定された町・人・仕事創生総合戦略においても日本版 CCRC の検討が明記されております先日の室井市長の所信表明ではさまざまな革新的な技術や方策を取り入れながら進化する戦略を打ち立て実践していくことで 力強く安定した地域社会を再構築していくともおっしゃりましたその言葉の実現のためにも室井市長におかれましては死体死不欠の思いを胸にすべての市民が希望を持てるまちづくりを目指しけがが感じされた今こそまさに地に足のついた政治をしていただきたいというふうに期待しておりますそこでお尋ねいたします本市の人口ビジョンである 人口10万人程度の維持を達成するためにも、日本版 CCRC 事業を第7次総合計画に位置づけるべきだと考えますが、認識をお示しください。また、CCRC 構想では、高齢者が地域の仕事や社会生活、障害学習などに積極的に参加する主体的な存在として位置づけられているので、お年寄りの生きがい作りや、健康寿命の延伸などにつながると考えられますが、認識をお示しください。 そして政府によって設置された日本版 CCRC 構想有識者会議の委員でもあり、日米不動産協力機構と共同で日本版 CCRC 実現のための3分野25の政策提言を発表した三菱総合研究所は、この事業のトップランナーだと考えられますが、本社との関わりをお示しください。最後に大項目の3点目の点として 投票立ち会い人登録制度についてお聞きいたします。はじめに十八歳、十九歳の投票立ち会い人の採用についてであります。昨年十一月十五日に福島県議会議員一般選挙が行われましたが。本市における全体の投票率は前回を三点二三パーセント下回る。四十三点ゼロ三パーセントでありました。それに対して福島県全体で見ると。前回を零点八四パーセント下回っただけの。 46.67%であることから、本市の投票率の低さ及び前回からの落ち込みの高さが浮き彫りになったといえるでしょう。本市の選挙管理委員会のホームページによると、その概要として、多くの候補者が東日本大震災からの復興とそのさらなる加速を主な公約に掲げたが、東日本大震災の影響が他の市町村よりも大きくなかったため、 有権者の関心も高ままらなかったとしておりますもちろん、それもあるでしょうが、昨年7月26日の会津若松市議会選挙の投票率も50.24%と、決して高い数字であるとは言えず、まして、今年に入ってからマスコミ等で国会、県議会、町議会を問わず、議員による不祥事が報道されたこともあり、以前から存在していた政治に対する不信感に加えて、 政治家そのものに対する不信感がますます高まることが予測されます。特に県議会選挙での本市の年代別投票率は、20歳から24歳では20.74%、25歳から29歳は22.83%、30歳から34歳では24.67%と、これから社会の中心になっていく若い世代であるにもかかわらず、 かかななななりり低いい数字ににっててままますまずははこの現状に危機感を抱かなくてはなりません投票率を上げることは、民主主義制度を守ることにつながりますので、今回の今年の参議院議員選挙から、選挙権が18歳以上になることをチャンスと捉え、18歳や19歳の投票立ち会い人を採用することで、若い世代の関心を政治に向けさせることが大切であると思います。現在 本市の投票区は全部で71あります。その全てとは行かないかもしれませんが、今から18歳、19歳に呼びかけて投票立ち会い人に登録していただき、できるだけ多くの投票所で立ち会い人をしていただくことが一つの打開策だと考えます。そこでお尋ねいたします。本年行われる予定の参議院議員選挙における立ち会い人はどのように決める予定であるのか、 例年と同様であるのかどうかについてお示しください。また、選挙立ち会人になるための資格についても、法制度上、今までと変更の予定があるのかどうかお示しください。最後に、18歳、19歳の投票立ち会人登録制度を採用し、若年層の投票率の向上を図るべきだと考えますが、認識をお示しください。以上で、壇上からの質問を終わります。 はい、小倉幸太郎議員のご質問にお答えをいたしますはじめに本市における男女共同参画推進のための拠点施設整備の進捗状況についてであります拠点整備につきましては平成20年9月定例会において請願が採択されたことを受け以降既存の公共施設の利活用を視野に 男女共同参画推進活動ネットワーク加入団体会議において検討を重ねてきた経過にあります。その結果、暫定的な対応として、旧学法高校の校舎を利用し、各種講座等の開催の場として設置の準備に努めてきた一方、単に団体のサロン的な場作りという考え方ではなく、運営の自主性の確保はもとより、 広く市民共同参画への対応や活動を通しての情報発信に資する機会づくりに取り組んでいくことを前提に話し合い、一部の団体からは必要性の最高も提案されてきた経過にあります。その後、震災により、旧学法高校に大熊町役場、会津若松出張所が開設されたことから、暫定利用することが困難となり、現在に至っているところでありますが、現時点においては、 震災後に開館した障害学習総合センターの登録団体として、交流ブースなどを活用し、集会や団体間交流がなされております。また既存、既存施設の利活用については、例えば、市長公社の1階、サテライト会議室の開放も可能であり、こうした施設の活用とともに、改めて活動内容に合わせた施設の必要性を 考えていくことなどの協議を図ってまいりたいと考えております次に庁舎外での DV ドメスティックバイオレンス相談体制への認識についてであります DV 被害やかん家,族関係と家族関係等への悩みに関する女性相談につきましては相談技術や各種支援策に精通した相談員がプライバシーに配慮した 個室の相談室において、個々の事情に応じた、きめ細やかな支援に努めており、予約制により時間外の相談も受け付けております。支援に当たりましては、市・福祉事務所内の連携はもとより、県や警察署等の関係機関との連携が重要となりますことから、今後も相談者の安全とプライバシーの確保を優先しつつ、原則として、 高町第2庁舎内において支援の充実に努めてまいりますなおその他のご質問については主観者よりお答えを申し上げます健康福祉部長お答えいたします日本版 CCRC の取り組みの第7次総合計画への位置づけについてであります日本版は単に、 高齢者の首都圏からの移住にとどまらず地方創生の取り組みとして地域の活性化などの効果が期待されるものと認識しておりますしかしながら移住による高齢者の増加による介護・医療サービス不足への懸念や移住者受け入れに伴う自治体の財政負担などさまざまな課題が指摘されていることから市民生活への影響を十分に考慮した上で研究し していくべきものと考えており第七次総合計画への位置付けについては慎重な判断が必要なものと考えております次に日本版 CCRC の効果に対する認識についてであります日本版 CCRC における基本理念は健康でアクティブな生活の実現地域社会との共同などであり高齢者の生きがいづくり健康づくりに効果があるものと考えますが 地域包括ケアシステムの構築を目指す本市におきましては、日本版 CCRC 実施の有無にかかわらず、元気な高齢者の地域社会活動への参加を通じた生きがい作りは大切な施策であり、今後とも推進してまいりたいと考えております。企画政策部長、えー、お答えいたします。 三菱総合研究所と本市は三菱総合研究所を発起人として設立されたプラチナ構想ネットワークに自治体会員として加入しており同ネットワークの設立趣旨である環境に配慮された快適なまちづくりと人材が育ち高齢者も参加する活力あるまちづくりを推進していくため同ネットワークの協力や協賛を得て 講演会の開催や全国の中学生を対象とした未来人材育成塾の開催などに取り組んでおりますこれらの取り組みの一例として昨年11月には同研究所から講師をお迎えしアクティブシニアの活躍をテーマとした講演会も開催しているところであります 選挙管理委員会事務局長お答えいたします本年の参議院議員選挙における投票立ち会人の選任の方法についてであります投票所の投票立ち会人は法の規定により各投票区における選挙人名簿に登録されたものの中から本人が承諾を得て二人以上五人以下の投票立ちに立会人を選任するとされていることから 投投票票区区ごとにに当該投票区のの選選挙人名簿に登録されてている方の中から選任しておりますまた、投票立ち会い人の職務は、投票事務全般に立ち会うこと、投票の拒否や投票管理者の決定に際し、意見を述べることなどであり、投票時間が早朝から夜までという長時間にわたる中で、責任を持って公平にその職に当たっていただく必要が ありますこのような点を踏まえ、投票立ち会人の選任に際しましては、投票所近隣の区長や複数の投票区を包括している地区会長へ、文書で推薦を依頼することや、前回の選挙において、十字経験のある方に依頼することなどにより、選任しているところであります。ななお多様な人材確保のの観点から若年層や女性の投票につきまししてても配慮していただくよう お願いいしているところでありますまた期日前投票時につきましては、市区長会にご協力をいただきながら、選任させていただいているところであります。第24回参議院議員通常選挙におきましても、昨年の県議会議員選挙と同様、地域の協力をいただきながら、選任させていただく予定であります次にに投票立ち上人ののの資格の変更の予定についてであります。 投票日当日の投票所の投票立ち会い人は、各投票区における選挙人名簿に登録されたもの、期日前投票所および不在者投票施設における投票立ち会い人は、選挙権を有するものという法定の条件については、現在のところ、変更の見込みはないものとなっております。なお、現在、国において審議されている改正法案の共通投票所における 投票立ち会い人につきましては、選挙権を有するものという条件になることが見込まれております。次に、18歳、19歳の投票立ち会い人を採用し、投票率を向上させることへの認識についてであります。若年層の有権者の方に投票立ち会い人や選挙事務従事者として、実際の選挙事務に関わっていただくことは、選挙の重要性や選挙制度への理解につながることとなり、 投票率の向上に結びつくものと認識しておりますので、これまでの経過を尊重しながらも、若年層の有権者の方のあらかじめ投票立案人の候補者として登録しておくことなどについても、検討してまいります。以上でございます小倉幸太郎議員、はいえ。答弁いただきましたので、再質問させていただきます。 まず最初は男女共同参画社会推進のための拠点施設整備ということでございます。あの今はあの経緯のことをきちんとお話しいただきましたけれども、そして、えー、障害学習センターの交流ブースおよび市長公舎の1階の開放をするんだというふうになっておりましたので、えー、その点に関してはあの、いいと思うんですけれども、尼崎に行ってトレピアを見てまいりますと、やはり、 まあそ,れこそ8年10年たった今になってみるともっともっと女性の自立をしなければいけないということで資格取得のための例えばパソコンルームがあったりだとか研修をもっともっとしなければいけないということで研修ブースを作ったりというふうにしてますので例えばなしそのきちんとした部屋を割って、えー、複数の部屋がやっぱり必要かなという部分も調査してまいりましたのであのそういった意味では。 もちろん今の財政ですから、箱物をこれから建てるというのは難しいと思いますので、今、既存の単一目的の施設、これを複合化という形で考えていかなければいけないのかなと思っております。例えばそそそののももちろんその障害学習センターもそうですが 町中で難しければ、例えばその秘書という北待図であったり、川東であったり、そういうところの秘書で、まあ、一時的になるかもしれませんけれども、そういう形でまず一旦あの場所を作っていただくといった、あそういった検討はあできるのかどうかということを一点だけ、まず確認いたします。企画政策部長、はいえー、ただいいまのごご質問でございますが 当時、少しお話を申し上げますと、あの当時の請願にあたっては、その男女共同参画の実現のための学習や交流、それから情報の収集とか情報の提供を行う場としてというような要請がありまして、当時はそういった意味ではあの、女性の活躍、いわゆる当時はエンパワーメントということで、女性の活躍の場、または女性を おお、活用していただきたいというような取り組みがあって、こういう研修の場を定期的に、まあ、一つの例で言いますと、えー、きらめく女性塾とか、こういったものがいちいちあの会場を借りることなく、使える場があればいいなということが話し合ってこられました、そういった意味であの話し合いを進めてきて、えー、一部改修のあった、 あ旧学法高校を使っていくというようなことで取り組んできましたが先ほど市長から答弁がありましたようにまあ、震災ということがあったということですただここの部分あのちょっと違うのは DV 等の相談所機能とかそういったものではありませんので、えー、あくまでも集会施設というような取り組みを考えてきたということでございますそれからあのお正しいにありましたように当然今新しいものということはすぐにはできませんが あまだ考えられませんけど、既存の複合化というようなことでの活用,活用ということで、その一つが、市長から答弁申し上げましたが、市長公社のサテライトオフィスの1階部分の会議室なども、えー、サテライトに入居している企業との連携によって、またはその企業と、えー パソコンのですね、情報等のその活用の仕方とかも研修できる場にもなるんじゃないかということで、先ほど市長からの答弁申し上げた通りでございます。以上でございます。小倉幸太郎議員、あ、ありがとうございました。えー、それではですね、えっ、ー、と CCHRC について今度お尋ねいたします。えっ、ー、と先ほどその CCHRC を構想するにあたって一点その財政負担の上昇があるんだと。 とといいいいうことをあの答弁たただいたと思います確かに私も以前はそのように思ってまして、あのお年寄りが来て、元気なうちに来るうちはいいんだけれども、年取ってしまったからはあ、財政が大変だろうなというふうに思ってはおりました、ところがですね、あの昨年、2015年、介護保険法が若干改正になりまして、えー、住所地特例というのができたと思うんですね。そのいわゆる、うん、これは えと実際に住所を移動するんだけれども前,の前に住んでいた地区の方で、えー、介護医療の保険料であるとか保険給付は受けるんだという。つまりその例えば若松に 移,動移住してきても、若松で財政負担をする部分が少なくて、前の部分が、あ前の年のところであの介護医療とか負担をするんだという話になったと思うんですが、そういったことがこれからもっともっと広がっていけば、そんなにその移住先での財政負担っていうのはないと思うんですが、その件についてどのようにお考えか、おしい,いたします健康福祉部長、えー。お答え、恐れながらあのお答え申し上げますが、 えー、住所地全住地特例については、以前からあ,のあった制度でございますので、今回の改正ではないというふうに考えてございます。CCRC の場合については、あの住所地全住地特例が今のところあの入れる予定はないということでございますので、えー、元気なうちにあのこちらの方に例えばおいでになったおいでになって、 介護が必要になった場合については、例えばあの東京都板橋区ではなくて、若松市が財政負担をするということになりますので、全国で財政負担を危惧しているというのは、やはりその点ということになろうかというふうに考えてございます小村幸太郎議員。っと言葉足らずで申し訳なかったですが、対象となる部分が前昨年でこう拡充されたという意味だったものですから、失礼いたしました。えー あとは同じく三菱総研との関わり合いだとありますが実際、この若松市の中でも個人的にこのプラチナ社会のプラチナ社会社会研究センターの方の会議に参加している方もいらっしゃいますしやはりそういう方がおっしゃるにはもうちょっと市のバックアップ体制がしっかりすればあもっともっとこう民間の方で。 機運が高まってていいくんだという話をしておりますますた個人的にも若松を第二のふるさとにしたいと、まあ、先ほど特別市民制度なんて話もありましたけれどもあれの延長として若松をどんどん盛り上げるためにもそういった部分が必要になっていくるんではないかということで、えー、ぜひともその CCRC 構想というものをもちろんこれはその地域によっての それににに合わせたものななるというふうになるとといいううふ思ます例えば魚沼市なんかでも魚沼市版の CCRC 構想というのを立ち上げてますのでそういった意味では若松市に今の例えばそのスマートシティだとかコンパクトシティに合わせた形での何かその CCRC 的なものとして第7次総合計画に盛り込めないかという点なんですがその件について、えー、よろしくお答弁ください。 企画政策部長、はいえー、ただいいままのお正しでございます、あのー、確かに三菱総研のほうとのおこの協議の中で、一つはあの現在、先ほどお市長から答弁ありましたように、あのー、未来、あ失礼しました、私の方で答弁しました、えーえー、未来人材育成塾、中学生の未来人材育成塾をお取り組んでおりますけれども、えー、このお三菱総研から、 中学生だけではなくてシニア版の育成塾の取り組みの視点をもって、えー、アクティブシニアの活用とそして人の流れを通してこれが CCRC までではないんですけれども地方の移住の契機につなげていくというような 提案もしたがいまして、CCRC というその直接的な取り組みではありませんけれどもあの、アクティブシニアの,の方々がです、ね、セカンドキャリアとして地域での活動に力を入れるというような取り組みと、それから今申し上げましたけれども、人の流れを通して地方移住というような考え方は、 えー、第七次総合計画またはその以前の地方版総あ我々の地方版総合戦略にもおそういったことの取り組みをしていくということで、えー、記載をさせていただいているところであります。以上でございます。小倉浩太郎議員、は五、い、回目です。あ、ありがとうございました。えー、それでは最後に18歳19歳の投票立ち会い人制度について、えー、お尋ねいたします。えー、っとこれはやはり我々 大人であったり社会であったりからの彼ら18歳、19歳いわゆる若年層に向けてのメッセージになると思うんですいわゆる我々はあなた方を必要としていますよ一緒に政治をやっていきませんかということの一つの働きかけとして、まあ、立ち会い人をまずやっていただくと。 先ほど、試験者教育という話ありましたけれども、やはり今回、実地の、実際の選挙ということがあるわけですから、この経験というのをもあの無駄にするのはもったいないのかなというふうに思っておりますので、まあ、市内の高校とかでもいろいろとあの選挙に対して関心のある高校とかあります、ですからあの、県との協力にはなるかと思いますけれども、例えば高校であったり、大学短大であったり、そういったところにあの声をかけることをするなりして、そして、 選挙人、立ち会い人になってみませんかと、まずは一歩、こちらの方から歩み寄っていく、そして、えー、少しでも選挙に対して、政治に対して、そして社会に対して、えー、関心を持ってもらうということが大事だと思いますが、その件について一点だけ質問して、最後の質問といたします選挙管理委員会事務局長。えー、投票立ち会い人への,あの高校生。 を導入したらいいいかかがかととううようなことでございますで本答弁にもありましたとおり、やっぱり若年層の方に実際に立ち会いになっていただく、もしくは選挙事務に従事していただくというのは、投票率の向上に結びつくということで、これについては検討してまいりたいと思いますが、ただ、あの高校生について立ち会員として、学校を通じてお願いすると。 いいう部分についてはやはり県の教育委員会、また県の選挙管理委員会の方で、今、模擬投票というものを実施,実施しておりますので、そこの市もそこの中で一定の役割を担う中で、学校の声を聞きながら、検討してまいりたいというふうに考えております以上でございます。